神鶴涼子が傷害事件を起こしたのは玄馬圭介の策略です実際に拳に傷がついてたことそして現場を見ていた人がたくさんいたので殴ったことは本当なのでしょうその時の記憶がないことそして殴ることがないことから催眠状態にあったとかなんですかねこの上鶴涼子の傷害事件が ドラマ全体を通しての大きな謎だと思うんですよねと考えた場合は第1話から出てきた人が犯人であってほしいんですよねそう考えると相関図を見る限り中村徹さん演じる玄馬圭介がだいぶ怪しいですよね玄馬圭介が組織に頼んで神鶴涼子に催眠術をかけて事件を起こさせたのでしょうか まああ普通だったらそれはありえないんですけどね催眠術って本人がそうでありたいと思わない限り催眠術にかからないんで,すよ、ね、でもドラマは本格ミステリーというよりはコメディー寄りなので、まあ、そういうトリックもありかもしれませんまだ1話なので全然情報足りないので多分的外れだと思いますけどドラマ自体の出来は面白かったです 原作のゆずきゆうこさんが書いた心の地とは全然違いましたけど面白かったです推理したり考察したりするドラマというか頭空っぽにして楽しむそんなドラマだと思います現実的に考えたら神崎明美が囚われていた小屋をショベルカーでぶっ壊すとき何も言わずにぶっ壊したら神崎明美が下敷きになっちゃうとか考えちゃいますからねあと最後に経費を差し引くと 赤字だと言ってたのが気になりましたね神崎明美は財産分与で3億5000万円もらったんです報酬がその10%と言っていたので3500万円もらってるんですよね結構経費かかってたと思いますけど3500万円は使ってないと思うんですけどねここからは次週2話のあらすじをお話しいたします良子が弁護士資格を剥奪された障害事件以来 関係を断絶された元顧問先の大企業玄馬グループの社長玄馬が突然仕事を頼みたいと連絡してくる事件当時涼子の主張に一切耳を貸さず真っ先に手のひらを返した玄馬は涼子にとって殺したエリスナンンバーワそれでも受話器越しの声から何かを誘った涼子はひとまず玄馬のもとへ玄馬の依頼は1週間前から 行方不明になってていいいる娘ののを探してしほいというものだった警察に届けて大ごとになれば会社の株価に影響する娘の安否より会社の利益を優先して探偵を頼って玄馬に高山は心底呆きれるが良子は「連れ戻せたら報酬はいくらでも払う」という玄馬の言葉に不敵な笑みを浮かべる早速名門女子大に通う組の周辺を探ると組は 六本木のクラブに出入りしていることがわかる厳格な父に反発して家出した組は怪しい雰囲気で周囲を寄せ付けない謎の女つぶらやえりと彼女の幼馴染だという広瀬リアムと行動を共にしていた家出して不良に絡まれていたのを助けられさらにリアムから囚われたお城から抜け出した勇敢なお嬢様と甘い言葉をささやかれた組は 二人を疑う様子は全くないしかし工事によるとそれこそが2人の手口だと言いいその末路はあまりに悲惨なもので涼子はクミを救出するためリアムの異常なまでのギャンブル体質を利用したある作戦を思いつくというのが次週2話のあらすじです。ギャンブル勝負でトリックを使って勝ったりするんじゃないですかね。合理的にありえない 神鶴良子の解明の考察動画を上げていきますので気になる方はチャンネル登録何卒よろしくお願いします個人的なことですがまあ今日上の考察動画でも話したのですがまたいたずら注文に会いましたもう本当にありえないありえない方法で何とかとっちめたいけど厳しいですよね電話番号はわかるんですよね 小学書層とかを起こすには名前と住所が必要なんですよね。電話番号の情報公開とかするには弁護士じゃなきゃダメなんですよね。警察が動いてくれれば警察からでもできるんですけど動かないんですよね。もう本当にやる気出ません。今日まで新しい決済方法と古い決済方法が混在してたのですが古い決済方法の方は使用停止にしました。これで もしいたずら注文が来たとしても電話番号に金額が累積されるようになったのでまあ私が取りっぱぐれることはなくなったと思いますその代わり受注が少なくなる気がしますがまあ損をするよりはいいですかねまず仕事と YouTube 頑張りますそれでは天海さんと松下さんの掛け合い面白かったと思った方は高評価チャンネル登録ベルマークの通知登録何とぞよろしくお願いします ツイッターなどもやってますので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございます。今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。